三角光太郎は NHK のアナウンサー。11歳離れた弟がいる。ラジオを自分から能動的に聞き出したのは小学4年生の頃だったと話している。ちょうど当時は岡山県内に住んでいた頃で怪我をして学校を休んでいた日に退屈だったのでラジオをつけたら地元山陽放送ラジオのサテスタイドビバアフタヌーンが聞こえてきたので 告知された先の番号に電話したら、番組にも電話出演することができた。その後まだ赤ちゃんだった弟の夜泣きがすごく寝られなく思って夜にラジオをつけたところ、その時聞いた番組がとても面白いと思い、これがきっかけでラジオに夢中になってたくさん書く番組宛てにハガキを出すようになり、毎週10から20通ほど書いていた。演歌番組の演歌春秋にも、 採用はされなかったがよく出していたという。他に、ラジオ番組は、うっちゃんなんちゃんのオールナイト日本や、伊集院光の王、デカナイトなどをよく聞いており、使っていたペンネームは、カニエ敬造ファンなどがあった。放送作家になりたいとも思うようになり、添削指導の、秋元康放送作家塾も受講していたことがあった。この他、阪神タイガースファンであったことから阪神担当の、 スポーツ新聞記者やラジオディレクターになりたいとも思っていた。島根県立松江東高等学校、早稲田大学を卒業。大学生時代は日本放送スポーツ部でアルバイトをしていた。ある日、中継のないプロ野球の試合で途中経過やニュースの素材用として実況を担当するアナウンサーが来られなくなり、代わりにアルバイトの新聞が実況を担当することになり、 ただ淡々と実況するだけでは面白くないと、プロの実況アナウンサーの真似をして喋っていたところ、これを聞いていた日本放送アナウンサーの宮田光二から、お前は面白いからと日本放送アナウンサーの入社試験を進められる。審問はディレクター志望で一般職での受験を望んでいたが、宮田の強い推しでアナウンサー試験を受けるも最終試験で不合格となり、 一年を置いて日本放送に再チャレンジするも再び不合格。ただ同時に受験していた NHK には採用となり2001年入局。2016年時点では妻と子供を残し単身赴任中であったが2017年4月からは再び家族と一緒に生活していると語っている。2016年4月から午後ラジ。 のパーソナリティを3年間担当したが、交番後の2019年7月に、北海道十勝地方を管轄する NHK 帯広放送局へ移動。移動後の2020年3月には、北海道の拠点局である NHK 札幌放送局制作の丸ごと雑談ラジオ頑張ろう北海道において、帯広放送局へ在籍したまま企画からパーソナリティまで担当した。午後、 ラジのパーソナリティを務めていた2017年6月19日に同番組にゲストで出演した吉田てるみからキャンディ・コー太タロウと命名。これを機に同番組では期間限定でキャンディ・コー太タロウと名乗っていた。同年7月から一時、列島リレーニュース以外のパートでカンディ・コウタロウと称していたが、以降の放送では全編を通じて本名に戻している。 ラジオセンターへの配属中に自身の本名と NHK アナウンサーである胸を記したメッセージを久米宏ロラジオなんですけど絵を送ったことがある。メッセージは実際に採用されたが NHK 未来を公言しているパーソナリティの久米、宏に軽くあしらわれただけで終わった。また NHK 帯広放送局時代の2020年1月1日には福島信弘の大新年会。 おめでとう日本。15時代のコーナー、焼きそば、カオルの全国ラジオ機構スペシャル。に北海道、東北代表として出演。2018年に、午後、ラジ。のリスナーが、新聞の顔が、真相をケ太に似ているというメッセージを、次は新福島。イコール第2章、芽生えイコールに送ったことが、 番組ぐるみでの交流にまで発展していたことを背景に NHK 地方局の正職員である現役アナウンサーが民放ラジオ局の生放送番組に出演するという異例の事態へ至った。ちなみに午後、ラジ。でも、新聞のパーソナリティ最終年度にみんなでラジオ愛を語ろうというコーナーを月曜日の14時台に設けていたことから、 2019年1月7日、放送文の同コーナーで福島をゲストに迎えている。好きな食べ物はドリア、グラタンの焦げたところ、ありがとうございます。